はいどうもバシヒデです。ということでございまして、今日もルミックスの GH6 を回して撮影してます。今日はですね 4K120p 撮影に挑戦してます。はい、 4K120p なので、これ今普段ね 128GB の SD カードを積んで撮影してるんですね。フル HD で撮った時は9時間ぐらい撮れるんですけど、今 4K120p で撮ってるので51分しか撮れないっす。そんだけね、まあ容量が大きいというかね、データ容量が大きい。で、音声も 24bit でね撮れてるんで、だいぶいい音質のねものが撮れてるんじゃないかなというふうに思います。 GH6 は普通の設定ですと 16bit の音声なんですよね。ただ 4K120p モード、まあ設定をねいろいろいじくると 24bit で音声が取れるよっていうことで、音声もかなりいいですね。まあ普通の、まあ、16bit でも GH6 かなりねマイクの性能がいいので、まあガンマイクとかよくカメラ用のあると思うんですけど、そんなのつけるより全然この何もつけないで撮った方が逆にいいっていうようなね、大げさに言うとそんなぐらい GH6 のねマイクの性能はいいので、はい。で、さらに今 24bit なので、ね、どういった音声が届いてるのか、皆さんの元に、まあ僕も後でこれ編集するんですけど、楽しみな状態でございます。はい。というわけでね、今日はね、そんなね、4K120p で撮ってるよって言ったところでね、紹介したい商品がありますので、それを紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。チェケラ。はい、というわけでございましてね、僕も今いろいろと絵作りを勉強していてね、キーライトとか女優ライトとかバックライトとかね、もっといろいろあると思うんですけど、そういった照明のね当て方っていうのもね、ちょっと今研究中でございまして、はいね、なのでね、前回とはねちょっと違った形でね、僕がこう照らされてるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、今日紹介する商品はこちらでございます。 God of His mercy!グラブジャムっていうね、風に書いてあるんですけども、はい。このグラブジャムっていうのはですね、インドのお菓子でございまして、世界一甘いお菓子という風にも言われているそうです。ではね、実際この世界一甘いお菓子がどういったものなのかっていうのをね、お見せしたいと思います。はい、お分かりいただけますでしょうか。今ねこれタッパーに入ってるんですけども、これがねグラブジャムンというものです。何かまあ、丸い形のね、ケーキみたいなものが入ってると思うんですけど、これがグラブジャムンで、で周りにねこう液体があると思うんですが、この液体がシロップになっていて、まあ、シロップ漬けにされているケーキですね。ちょっと今タッパーに入ってるんですけど、はい、こういったものです。当然ね今タッパーには入れてるんですけども、普通に買えばこの中にねシロップ漬けになっている、ケーキが入ってますね。はい、ちょっとねうちの相方さんの仕事の都合でねゲットしたものなので、まあ、ちょっとこういったタッパーの方に今入ってるんですけども、はい、これがねグラブジャムンといったお菓子でございます。丸いね形をしてシロップ漬けにされてるんで、なんかテカテカしてて、なんかこう美しいというかね、ドラゴンボールのようなたこ焼きのようなねお菓子なんですけども、早速いただいてみたいと思います。いただきます。うんうん、いや甘いですね。うん、このねシロップ漬けにされた、まあ、小麦粉でできたケーキなんですけど、ホットケーキとかによくシロップかけると思うんですが、それとは全然比にならないような甘さだと思います。かなり甘いと思います。ただ一部ね、記事なんか読むと頭がツンと痛くなるとか言ってる方もいましたが、僕は頭は痛くならないですね。うん、ただ日本の甘いお菓子ありますね。あんことか、すあまとか、プリンとかね。プリンは洋菓子かな。まあ、
コンビニなどで売っている、まあ、甘い系の、まあ、スイーツと比べるともうその甘さはダントツで甘いかなっていうふうに思います。甘さの質がちょっと違うというかね、うん、どっちかというと本当頭痛くなるよりの甘さっていうの分かりますかね、まあ、食べた後に、まあ、しばらくするとちょっと体がこう温まるというか、大げさに言うと温まるというか、なんかテンションもねちょっとこう上がるみたいな感じの甘さを秘めてるかなというふうに思います。で、材料がね、砂糖、生乳、小麦粉、それ以外にパームオレイン、パームオレインってなんだろうな、知らないな、あとカルダモンというものが入ってます。このカルダモンが多分ね、なんかスパイシー系なのかなと思うんでね、ちょっとねスパイス系な感じはします。だから、うん、日本人は食べたことないような味ですね、うん、はい、味もまあ美味しいですね。で、実はねこれね、僕もうすでに何個か食べたことがあって、今日ねこれ撮影で食べてる時も今5個目5玉目なんですけど、もうかなりもうお腹もいっぱいだし、ちょっとね若干こうあったかくなってきましたね、はい、っていう感じでね、甘いお菓子ということで今日紹介してるんですが、こちらね、Amazon などでも購入できるんで、もしね興味のある方はね、グラブジャム買ってみてはいかがでしょうか。はい、これね電子レンジでね軽くなんか温めたりするとより美味しいっていうようなね記事もありました。で、実際やってみたんですけど、確かにね電子レンジで30秒ぐらいかな温めたんでね、600ワットか800ワットかちょっと忘れちゃったけど、軽く温めて食べるとまたそのね、なんかな、あ、甘さがね今度ちょっと和らぐというかね、またちょっと甘さの質が変わる感じで、それはそれで美味しかったし、で、ちょっと甘いのがね、ちょっと苦手だなとかっていう人は、ヨーグルトとかかけると、こう甘さがちょっと中和されて、それはそれでまた違ったね、こうスイーツになって、美味しいというのがあります。はい。というわけで、今日はね、このインドのね、お菓子、世界一甘いと言われているね、グラブジャムンというものを紹介しました。はい。いかがだったでしょうか ?4K120p でね、撮った、この、商品レビュー系の動画なんですけども、今後もねちょっといろいろと絵作りをね研究していくといったことでね、こういった動画も出すかもしれませんし、またね DTM 動画っていうのもやっていこうと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。